どうする家康、もしも三方ヶ原で家康が討ち取られていたら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、もしも三方ヶ原で家康が討ち取られていたらについて紹介していこうと思います。戦国最後の勝利者となった徳川家康にとって、その人生の道のりは決して平坦ではありませんでした。幾度も大きな危機に見舞われ、自害を覚悟したなんてこともたびたびあったとか。とりわけ最大のピンチとされる事件が三方ヶ原における大敗です。この時家康は命からがら危機を脱して浜松城へ逃げ帰るのですが、もし不幸にも討ち死にしていたら、一体その後の徳川家はどんな運命を迎えたのでしょう。今回は家康が早々と歴史の表舞台から退場することを想定して、その後の歴史を追ってみたいと思います。狙われる徳川領、ついに最大の敵が侵攻。桶狭間の戦いを契機に今川氏から独立を果たした家康ですが、一向一揆勃発の苦難を乗り越えて三河統一を成し遂げ、ついで西から今川軍を攻め破って遠江を手にしていました。ところが甲斐の武田氏も同時期に駿河西部を攻め取っており、徳川領と境界を接する形となっています。おそらく家康は次の仮想敵は武田氏になると確信したに違いなく、実際に駿河遠江国境で両者の小競り合いが起きていますから、早晩衝突することは想定していたことでしょう。一方武田信玄は駿河東部で北条軍と対峙しており、西へ目を向ける余裕がありません。しかし北条氏当主北条氏康が死去したことで風向きが変わります。次の当主となった氏政は外交方針を転換し、それまで同盟を結んでいた越後上杉氏との関係を断った上で、今度は武田氏と同盟を結ぶのです。これでようやく駿河全域の支配を確立した信玄ですが、武田氏としては少々困った状況にありました。これまで信玄は積極的な外政政策で領国を大きくしてきましたが、すでに攻め取るべき土地が残っていなかったからです。東は同盟を結んだばかりの北条氏がいますし、北には最大のライバルかつ強大な敵である上杉氏がいて、攻めるに攻められません。とはいえ外地を獲得することで家臣の支持を受けてきた信玄にとって、どこかの敵を攻め破って求心力を保つ以外に選択肢はありませんでした。そこで目をつけたのが西の織田信長、そして徳川家康の領土だったのです。信玄はこう考えます。信長が畿内を制圧したとはいえ、浅井朝倉、大阪本願寺、さらには長島一向一揆と対峙して余力はないはず。今なら攻め破ることもできようと。また本願寺との協力関係も影響しています。本願寺発出賢女は信玄の義理の弟ですし、ライバル上杉謙信を牽制する意味でも加賀一向一揆には大いに働いてもらわねばならない。本願寺や一向宗、さらには将軍足利義昭の危機を救うという名目であれば大義名分も立つだろう。信玄はそう考えたのかもしれません。ちなみに東美濃から織田領へ侵入するルートもありましたが、険しい山が続くことで大軍の通過には適しません。そこで徳川領の三河や遠江へ狙いを絞るのです。そして元亀元年1570年の三河侵攻を皮切りに、いよいよ信玄は動き出しました。元亀3年1572年9月、武田の別動隊は牽制の役目を担い、奥三河から遠江へ侵攻するルートを取ります。さらに翌月には信玄の本軍2万余りが甲府を進発、青崩れ峠を越えて一気に浜松へ向けて南下を開始しました。敗軍の中、家康死す。遠江へ侵入した武田軍に対し、家康はなけなしの8000を率いて迎撃に向かっています。すでに多くの国衆たちが徳川から離反しつつあり、ここで家康が気概を見せなければ遠江は信玄のものになってしまうでしょう。しかし武田軍の半分に満たない兵力では勝敗は明らかでした。
一言坂であっけなく敗北し、家康は命からがら浜松へ逃げ帰るしかありません。そして11月、東美濃で秋山虎重が岩村城を開城させていた頃、三河から遠江を接見した山形正景率いる別動隊は二俣城で信玄本軍と合流を果たします。二俣城では徳川家臣中根正輝が頑張っていましたが、援軍がない状況では攻戦にも限界がありました。信長は気球を聞いて佐久間信盛、水野信元らの援軍を向かわせますが、水の手を断たれた二俣城は12月中旬に降伏、開城。いよいよ浜松城へ迫ってきたのです。12月12日、武田軍が二俣城を発して南下。一方、家康は城にこもって防戦の準備を整えました。しかし武田軍は浜松城を目前にすると急に向きを変えて西へ進路を取ります。なんと背を向けるとは、我らでは相手にならんというか。明らかに浜松城を素通りする様子に家康は思わず憤慨しました。そして袁紹、水野信元や家臣たちの反対を押し切って、ついに全軍に出撃を命じるのです。家康の作戦はこうでした。武田軍が三方ヶ原の台地から宝田の坂を降りる際、必ず隙が生まれるはず。どうしても陣形は伸びやすくなり、その背後から角翼で押し包めば勝てるというものでした。ほぼ全力を投入したことで1万余りとなった徳川軍ですが、それでも敵の半数程度しか兵力がありません。とはいえ、背後から攻撃するのは理にかなった作戦でしょう。少なくとも相手が波の大将だったらの話ですが。そして武田軍を追った徳川勢はいよいよ敵の姿を捉えました。ところが家康の眼前に思わぬ光景が飛び込んできたのです。武田軍は背を見せるどころか整然とした陣を構えていました。家康は息を呑みます。あれは魚鱗の陣か。家康の角翼に対して信玄は魚鱗で応じてきたのです。魚鱗とは集中突破の陣形で、角翼に対して驚くべき威力を発揮します。動き出した武田の先陣は瞬く間に薄い徳川の陣形を突き破り、たちまち左右に分断していきました。家康は必死で叱咤するものの、もはや備えの崩壊を止めることはできません。名のある武将が次々に討ち死にし、家康の本陣近くまで敵が迫ってきました。もはや敗戦は必死と悟った側近が退却を進言するも、家康は耳を貸しません。ここでおめおめと逃げ帰れるか、ここを死に場所と心得よと向きになり、馬を引けと言い出す始末。ここで家康の前へ進み出たのが本多肥後守でした。自分が身代わりになって敵を引きつけると言い張り、無理やり家康の馬車の向きを変えさせたのです。しかし時が遅すぎました。主君を撃たせまいと家臣が踏みとどまる中、急な敵の追撃を受けてしまいます。とうとう家康は行く手を阻まれてしまい、進退に窮しました。家康はわずかな家臣と共に近くにあった堂へ入ると、無理に軍勢を進めたわしが愚かであったと後悔の言葉を口にしつつ、ついに自害を遂げたのです。当主を失った徳川の後見役となった人物とは。さて、三方ヶ原で徳川勢を撃破した信玄ですが、乱戦の中にあって家康の死を知りません。難を逃れた家臣たちが家康の亡骸を浜松城へ送り届け、その死が伏されたからです。しかし浜松城へ逃げ込んだ徳川勢は安心できません。武田軍が勝利に乗じて攻め寄せてくる可能性は大いにありました。そこで城の留守を預かっていた酒井忠次が機転を利かせます。城の門を開け放ってかがり火をたかせ、さらに坊主の首をどこからか見つけ出して、信玄を討ち取ったりと城内に触れ回ったのです。やがて武田の偵察隊が浜松城へ近づいてきました。門が開かれ、高校と明るい城の様子を見るや、これは危険に違いないと見越します。さらに信玄を討ち取ったというではありませんか。肝を潰した彼らはろくに偵察もせずに自陣へ引き返していきました。
こうして危機を脱した浜松城ですが、まだまだ安心はできません。信玄は再び西へ軍勢を向けると、次に三河の野田城を囲みます。徳川にとって幸いだったのは、すでに信玄は体調を崩しており、もはや余命いくばくもない状況になっていたことです。そして野田城が開城した直後、あれだけ勝ち誇っていた武田軍は粛々と撤退を開始、信玄を守りつつ北へ引き返していきました。信玄は甲斐へ戻ることなく、その途上で命を失っています。武田の脅威こそ去りましたが、徳川が負ったダメージはとてつもなく大きく、何より主君家康を失ったことで家中は悲しみに包まれました。徳川家は立て直しの必要に迫られますが、とはいえ家康の嫡男信康はまだ13歳に過ぎず、初陣すら果たしていません。養訓をいただきつつ武田と戦えるのか、家臣の間で不安と焦燥が広がるのは当然のことでしょう。家康の葬儀が盛大に執り行われた日、信長ははるばる三河へやってきて参列しています。そして徳川家臣団を前にこう述べたのです。信康は我が子同然である。しかしまだ幼く後見人が必要であろう。ここは水野下野が適任であると思う。徳川家臣たちはここで不安げに顔を見合わせるはずです。なぜなら水野信元は過去に家康と敵対した経緯があり、しかも今は織田の臣下として働いています。そんな織田の息がかかる者を後見人として指名するのは、もしや徳川を織田家に取り込むつもりではと考えるのが自然でしょう。しかしこうも考えられます。信元の妹は家康の生母であり、いわば信康から見て信元は大叔父にあたるのです。また清須同盟がなって以降、家康と信元の関係は良好であり、今や良き相談相手となって家康を支えていました。しかも徳川を立て直すには武田との対抗上、織田の後ろ盾は欠かせません。そんな徳川と織田をつなぐ信元が後見人になれば、徳川家は領国を守りつつ信康が成人するまで持ちこたえられるでしょう。徳川家はどう立ち回るべきか。重臣たちの協議が続く中、断を下したのが若き当主信康でした。ここは父の言う通り、水野下野を後見人とすると述べ、側近の平岩親吉と松平康忠を家老として抜擢、自らを支えさせました。ただし織田側の人間である信元のみを後見人とするには家臣団の反発が予想されたため、徳川重臣石川数正も後見人としてついています。ちなみに信康の正室徳姫の父は信長です。信康は賢明であるがゆえに、徳川が生き残るには織田の支援が欠かせないことが分かっていたのです。武田勝頼と攻防を繰り返す信康。徳川にとって幸いだったのは、信玄が没した後武田氏に目立った動きがなかったことです。後を継いだ勝頼は新たな当主として家中の掌握に努めており、この代替わりのタイムラグが織田徳川による反抗の機運を高めました。天正元年1573年に信長は長く構想を繰り広げてきた浅井朝倉を滅ぼし、さらに信長包囲網の中心人物である足利義昭を追放しています。一方信康は同年のうちに初陣を果たし、飛鳥城や武雪城から武田勢を追い払いました。翌年になるといよいよ勝頼が動き出します。東美濃へ進攻して明智城など諸城を落とし、さらに遠江へ出陣して難攻不落を謳われた高天神城を攻撃しました。武田の大軍を前に動けない信康は織田に支援を求めますが、信長も援軍を率いて駆けつけるものの、城は陥落、重要な拠点を失ってしまいます。そして天正3年1575年、勝頼率いる武田軍は三河侵攻を起としました。実は岡崎町奉行を務める大賀弥四郎が内通しており、武田軍を岡崎へ引き入れようと企んだのです。
ところが密告があったことから発覚し、勝頼はあと一歩のところで岡崎城の攻略を断念します。そこで勝頼は目標を東三河に転じました。野田城から吉田城へ迫るも、ここで致命的なミスを犯します。なぜか戸田安永がこもる二連義城を攻めることを決し、信康率いる徳川勢の吉田入城を許してしまったのです。決戦に持ち込みたい勝頼は信康をおびき出そうとしますが、うまくいきません。ついに吉田城攻略を諦めて目標を奥三河へ転じ、次に長篠城の攻略を目指しました。こうした勝頼の二転三転した作戦方針が長篠敗戦のきっかけとなります。守備よく信長の支援を取り付けた信康は長篠城救援に乗り出し、史実通りに圧倒的な兵力で武田軍を撃退しました。しかしこれで勝頼との戦いに決着がついたわけではありません。遠江を舞台になお熾烈な攻防戦が続き、信康は飽くなき戦いに謀殺されるのです。そんな中、後継人たる水野信元はよく信康を支え、広報支援や人事行政の手腕を発揮し、家中の取りまとめ役として働きました。ところがそんな信元を快く思わない人物が2人もいたのです。それが佐久間信盛と石川数正でした。佐久間はかねてから、水野は徳川に肩入れしすぎだ、一体誰の家臣なのか自覚が足りないと不満を抱いていましたし、石川にしても信康公の大叔父とはいえ、徳川重臣を差し置いて仕置きを専応するのはいかがなものかと考えています。こうして信元を憎む二人の利害は一致し、信長に対する残言という形になりました。水野下野が武田に内通し、兵糧を横流ししております。両人から知らせを受けた信長は、信康に相談することなく石川に対して信元の忠殺を命じます。あくまで信元は織田家臣であり、その処断に関して織田家の問題だと考えたからです。石川の屋敷において信元は謀殺されますが、これに衝撃を受けたのが信康でした。不甲斐ない自分を支え、徳川のために尽力してくれた信元の死を嘆き悲しみ、同時に非道の行いを相談することもなく断行した信長への怒りが満ちていきます。今や徳川は織田に従属する形となり、まるで信長の家臣のような立場となってしまいました。しかし今の信康の実力では信長に逆らうことはできません。ひたすら隠忍自重し、当面の敵である武田との戦いに集中するのみだったのです。ちょうどこの頃から正室徳姫との関係も微妙なものとなっていましたが、信長に疑義を抱かれてはなりません。まるで腫れ物を扱うかのように徳姫と接し、波風が立たぬよう取り繕っていました。運命の本能寺の変、その時信康は。さて、信元が殺された後、石川数正が重臣筆頭として専横を極めることになりました。信長の意を受けて徳川家は各地へ軍勢を派遣するようになり、同時に武田軍とも死闘を繰り広げています。一方、武田勝頼は長篠の敗戦以降、その命運は斜陽になりつつありました。上杉氏に肩入れしたことで北条氏を敵に回し、さらに高天神城の失陥が追い打ちをかけてしまいます。求心力を失った勝頼から家臣たちの心は離れ、ついに天正10年1582年早春、光州征伐によって滅亡を遂げました。この時の選考によって信康は駿河を与えられ、巨漢を造営した上で信長を接待しています。そして征役が終わって落ち着いた頃、長年の骨休めを兼ねて堺見物でもどうかと信長から招きを受けるのです。信康は駿河の仕置きでそれどころではない状況ですが、信長の誘いを無下に断るわけにはいきません。駿河拝領の礼を名目として準備を整えるのです。そんな時、信康は思わぬ人物からの書状を受け取りました。これと日向殿からの。確かに面識こそあるものの、取り立てで親しいというわけでもありません。
こんな時期にどんな用向きがあるのか、書状を開いた信康は目を見張りました。そこにはもし誘いに応じて安土へ向かえば必ず誅殺されると書かれてあったのです。父上がまさか、思わずうなった信康ですが、続く文言に言葉を失います。明智光秀が友へ亡命している足利義昭とつながっており、毛利や長宗我部と連携していること、そして密かに信長の排除を画策していることが書かれてあったのです。それにしても織田の同盟者である自分になぜそんな大それた計画を打ち明けるのか、信康には理解できませんでした。しかし光秀は違います。かねてから信康が織田に従属する憤懣を持っていることを看破しており、ことがなった暁には最大の支援者として信康を送り込もうと考えていたのです。そして書状の末尾には、もしことがなった暁には三河へ戻る信康様の安全は確保いたしましょうと綴られていました。つまり道中の安全を確保した上で三河へ戻り、光秀と同心して軍勢を畿内へ差し向けてほしいということです。こうして信康は疑心暗鬼の思いを抱きつつも浜松を立って京を目指しました。さて安土城で信長の供応を受けた信康はついで堺を訪れます。ここまで誅殺されるような気配はありません。そして堺に滞在中だった6月2日未明、ついに本能寺での享保を知るのです。付き従った家臣たちは明智勢による探索の網があるとして伊賀越えを進言しますが、ここで信康は試してみたくなりました。本当に光秀が自分を頼りにしているのかどうかを。信康たちは白昼堂々と淀川を伝い、山品を越え瀬田川までやってきました。そこかしこに明智の兵がいるものの、信康の一行だと知ると道を開けていきます。やがて焼き落とされた瀬田の唐橋のたもとには明智の本陣があり、そこへ招かれた信康は光秀と対面を果たしました。徳川殿、よう来られた。あとは頼みまするぞ。光秀に念を押された信康は軽くうなずき、そのまま陸路を三河目指して馬を進めていきました。信康の頭には信長に代わって天下を治めることしかありません。明智は逆賊に過ぎず、義理の息子である自分が信長の仇を討てば必ず世間を味方にできると考えていました。ようやく三河へたどり着いたのが6月5日のこと。信康は早速軍勢を整えて出陣。織田の諸将は各地で戦っており、早急に畿内へ駆けつけることはできないでしょう。ただしその直前に石川数正を召喚した上で暴殺しています。信長亡き今、戦王を極める関心は排除しておく必要があったのです。ところが徳川勢が尾張の鳴海へ入った時、信康は思わぬ知らせを受けました。大返ししてきた羽柴秀吉によって光秀が撃たれたことを。自分が明智を撃って畿内を平定し天下を治めるという信康の野望はここにもろくも崩れました。羽柴筑前に先を越されたか、つまらぬとつぶやき、なおも軍勢を進めていきます。無論羽柴勢と戦うつもりは毛頭なく、信長を撃った明智討伐のためと称して光秀と連携した事実をなかったことにするためです。ちなみに史実の家康はここで空白地帯となった甲斐信濃の切り取りに向かうのですが、信康は違いました。ひたすら秀吉に恭順の意を示すべく、戦勝祝いをするためだけに畿内へ向かうのです。このストーリーにおいて徳川家は三河、遠江、駿河の大名という立場は変わりませんが、その立ち位置はもっと違ったものになるはずです。秀吉が一目置く実力者ではなく、あくまで従順な豊臣大名の一人として存続していくことでしょう。そこが偉大な父との違いなのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと
こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。